国政政党の党首が自ら不倫してましたということを言う。 記者会見というのも珍しいのではないでしょうか。はい。皆さんどうも。えー、こんばんは。こんにちは。おはようございます。えー、参議院議員の浜田悟志でございます。今回も動画を見ていただきまして、ありがとうございます。はい。えー、ただいま、令和4年の3月28日、えー、月曜日、えー、23時16分でございます。はい。えー、と、まあ、今回もね、ちょっとガーシーさんのお話を、まあ、させていただこうと思いますが、はい。えー、まあやっぱね、あの、どういうことかというと、立花党首が、はい。えー、次の参議院選挙をですね、えー6月 2月から4月にかけて行われる参議院選挙に えですね、NHK 党の政見放送に、えー、ですね、ガーシーチャンネルさん、えー、出てもらえないかということをですね、まあ、立花党首がまあ依頼をしているというところでございます。まあ、これはね、あの、いろんな意見があろうかと思います。先日の私の YouTube 動画の方にもね、あの、かなりたくさんの意見いただきました。まあ、再生数も、まあ、回数もね、あの、伸びましたしですね、コメントもたくさんいただきました。あの、コメントいただきました。皆様どうもありがとうございます。まあ、あのですね、まあ、いろいろな意見を、まあ、 した上で決めていいこうと思います。まあ、今回もですね、えー、動画の方、コメントの方をですね、ガーシーさんを政権放送に出すことについて、まあ、ご意見など、まあ、いただければと思います。で、ちょっとね、あの、ガーシーさんのお話の前にですね、えー、はい、先日、NHK 党の定例会見がありました。まあ、NHK 党はですね、毎、まあ、週金曜日の一応、 国会開いてる時は18時かな。あの、まあ、ちょっと夜遅いと言いますか、夕方なんですけれど、はい、定例会見をやっております。まあ、この会見はですね、まあ、基本的に誰が参加してもいいような形になっております。まあ、一応ね、記者の方も、ま、複数に来るんですけれど、まあ、結構ね、あの、フリーランスの方が、ま、結構来られてですね、ま、いろいろな質問をされます。先日なんかですね、あの、高校生が、ま、来られてまして、まあ、結構ね、あの、そういう方も、ま、来られると。まあ、 先日は確かにそうだったんですけど、まあ別に高校生が来ることもですね、あんまり珍しいようなことでもないですね。はい、時々ね、あの結構若い方、まあ来られまして、まああの、皆さんもね、あの、もし会見出たことなくて、まあ興味のある方はですね、えー、ぜひ一度現地で、現地で会見の方をですね、えー、見ていただければなと思っております。というわけで、まあ私もね、あの、名刺ぐらいはお渡しできるかなと、はい、思います。ということで。 はい。まあ、そ、それでですね。はい。先日、3月25日の会見ですね。まあ、あの、ガーシーさんの話になったんですけれど、えー、そこでですね、まあ、立花投手がどういう、まあ、話の流れはない、まあ、いろいろあったんですけれど、その中で、まあ、 まあ、どんな人もね、あの、精錬潔白じゃないとか、まあ、そういう面があるということをですね、えー、そういうお話になった時に、まあ、NHK と、まあ、立花投手がですね、まあ、僕は NHK 時代に不倫をしていたということを言ってですね、まあ、さらに、不倫をしていない時期の方があ短いと言いますか、不倫をしていた時期の方が長かったぐらいだとかね、えー、まあな、十数年にわたる NHK の勤務生活の上で、えー、まあ、不倫していた時期の方が長かったみたいな。 そういうことを会見で言われててですね、まあ、これがなかなか国政政党の党首による会見としてはなかなか面白いんじゃないでしょうかということなんですけど、まあ、ただね、残念ながらその時のの会見は結構人が少なくて、ギャラリーも少なくてという感じで、まあ、ちょっと。 もうちょっと人が多かって盛り上がったらなとは思ってたんですけれど、まあそんな感じでございます。皆さんのご意見などいかがでしょうか。ね、あの国政政党の党首がですね、えー、はい、まあ不倫をしていましたみたいなね、そういうことを明け広げに言える会見というのはなかなかなくて、えー、まあそれはね、それで斬新と言いますか、そういう ところが、まああるんじゃないでしょうか。まあね、他の国政政党の党首がね、あのそういうことをね、えー、不倫してましたなんて言ったら、それはもうすごいニュースになると思うんですけど、まあそれがね、えー、まあある意味ね、ちょっと残念なところではあるんですけれど、おまあ我々の、まあ、党首がね、そういうことを言えるというのは、まあ我々の党の、まあどうですかね、まあ 必ずしもいいとは、いいと認める方はいないかもしれませんけれど、まあ、まあ悪い面でもないと思います。まあ個人的にはすごくいい面だと思います。はい。そういうね、オープンにしているところ、えー、というところがね、えー、非常に面白く私も活動させていただいております。ということで、えー、まあその、はい、あの、まあ、話題になったですね、会見の動画の と、該当部分はですね、私の YouTube チャンネルですね、まあ先日の会見も、はい、あの、一応、 ライブ配信の方をしておりまして、だいたい45分ぐらいですね。それぐらいの時間になります。えっ、ー、と、まあ、タイトルとしてはですね、はい、ライブ配信 NHK 党定例会見、ガーシーチャンネル、参議院議員選挙、堀江門秘書の石川県参院補選出馬予定などということで、5月、あ、失礼、3月25日に、ま、私が、えー はい。あの、ライブ配信としてあげた動画になります。ちょっとね、音声の方が、えー、小さくてですね、まあちょっと聞こえにくいかもしれません。音量最大限ぐらいに、ね、しないと聞こえにくいかもしれませんが、まあ、それでも、まあ音量最大にしたらね、えー、聞こえるとは思います。だいたい45分ぐらいですね。45分台のところで、えー、はい。まあ NHK 党の立花党首が、はい、NHK 勤務時代の、まあ、そういうお話をということですね。まあ、そ,のちょっと後その少し後にですね、はいあの、日本第一党の桜井誠さんのお、まあ、ちょっといろいろとお、まあ、し下の話みたいな、ね、そういうところもまあ,あったりしますけれど、まあ、そういうことも、ねまあ、まあそ,そういうところでございます。というわけで、まあ、NHK 党の会見、まあ、非常にです、ねえー、面白かったといいますか、まあ、私もね、あのこ 国政政党の会見がこうなのかということをですね、まあ、思い出すと結構おもし面白いといいますか、そんな感じでございます。はい まあ、そんなところですね。で、はい、ガーシーチャンネルさんについてはですね、まあ今後、まあ今ね、あの、立花投手がオファーを出しているところでございます。まあ選挙に出るかどうかっていうのはね、かまあかなり、そっちは、個人的にはね、なんかすごい可能性はね、低そうな感じはしますけれど、政権放送に出る可能性はあると思います。で、まあ結構ね、あの、 どういう形かというともうガーシーさんのです、ね、切り抜き動画を使わせてもらえないかという形のオファーなのでもうそれをガーシーさんが OK を出せばです、ねえー、それで。 え、成立。ガーシーさんが政権放送に出てくるということになるかもしれませんが。まあ、ちょっとね、あのー、私もどこまでお話していいのかどうかっていうところなんですけど、まあ、これはね、えー、まあ、話していい範囲中だとは思っておりますが、まあ、とりあえず、はい、あの、先日の私のガーシーチャンネルさんをね、集まった動画では結構反対意見がね、来てましたので、まあ、今回もいろいろと来るとは思いますけれど、まあ、毒を持って毒を制すと言いますか、そんなと 私がの真面目な活動がですね、えー、泥を塗られるとかそういうのはね、もう個人的にはあんまり気にしてません。はいまあ、私はだ私ですし、えーまあ、党は党ということもありますので、別にね、あの自分の活躍が云々ってというのも、まあ、あの特にね、それはもう気にしておりません。まあ、党あっての、ねえー、自分ということもありますので、まあ、そこはね、えーまあ あまり、まあ、私をフォローするつもりなのかもしれませんけれども、まあ、そこは、ね、あの気にしなくていいと思います。というわけで、別に、党の方で、まあ、ガーシーさんが政権放送に出たからといって、別に私の活動に何か影響があるわけではないということは、まあ、お伝えの方をさせていただきます。ということで、まあ、今後、ね、どうなるのかわかりませんけれど、まあ、とりあえず面白いことにな,りなるとは思います、はい。というわけで、まあ、反対意見の方が多いのは重々承知をしておりますけれど、 まあ私は個人的にはね、あのー、ガーシーチャンネルさんがまあ出てるような政権放送をまあやってみるのもまあいいんじゃないかなと個人的には思っておりますし、えー、楽しみにしておりますということをまあお伝えさせてもらってですね、まあ、今回の動画の方を終わらせていただこうと思います。というわけで、あのまあ、あの最初に言ったです、ね、前半に言ったですね、えー、党の定例会見の動画についてはですね、えー、こちらの方かな。 この辺に出す、出るようにします。はい。というわけで、もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。参議院、清水谷議員宿舎やり、NHK をブックす。ーはい。どうもありがとうございました。